い、どうも、こんにちは。岩佐スティーブンです。さあ、今回はスパイダーマン。11月3日と10日、金曜ロードショーの方で、スパイダーマンの映画がすごく久々の地上波放送。どこの立場の人間かわかんないけど、まあ、とっくにも人気は人気なんだけど、よりいろんな人に知ってほしいなっていうことで、映画の放送に合わせてスパイダーマン解説をしてみようかなと思います。今回の動画、スパイダーマンに興味あるけどあんまり知らないなっていう人だったり、昔スパイダーマンの映画見たことあるけど最近のは知らないよっていう人とか、僕もただのスパイダーマン好きってだけなんだけど、まあ、しかも映画しか知らないからね。映画のスパイダーマンしか知識がない男でありますけど、スパイダーマン初心者の方に向けた動画です。だからちょっと詳しい人向けではないんで、できるだけ情報が入っていきやすいように、固有名詞というか専門用語は極力あんまり使わず、今回の動画チャプター分けというか段階を踏んでいこうかなと思います。まずそもそもスパイダーマンとはっていう基本情報、次に今のスパイダーマンの映画の仕組みで、3つ目にスパイダーマンホームカミングを見る前に、今回金曜ロードショーで放送されるスパイダーマンって3部作のうちの2作目なんですよ。ちょっと身も蓋もないこと言っちゃうけど、テレビ放送待たなくてもアマゾンプライムとかで全然見れるんですよ。アマゾンプライムの方には3部作の1作目スパイダーマンホームカミング、今回金曜ロードショーで放送される2つ目のスパイダーマンファーフロムホームで、3つ目に関しては、アマゾンプライムでは、レンタル扱いですね。じゃあ、あとは、ネットフリックスだったらありますね。ネトフリだったら3本目のスパイダーマンノーウェイホームがあります。だから今回金曜ロードショーの方で2作目のファーフロムホームを見逃したとしても、アマゾンプライムで一応見れますからね。僕の説明じゃなくて映画で見といた方がいいってのも確かなんで、ホームカミングを見る前に見ておくといろいろわかりやすいっていう部分。で、4つ目が2作目のファーフロムホームを見る前に。あんまりね、これ見た方がいい、あれ見た方がいいって言っちゃうと、こうなんか見るハードルが上がる気がするんで、4つ目ではホームカミングの説明をします。で、最後10日に放送予定の3作目、ノーウェイホームを見る前に。ここに関してはね、一応ファーフロムホームの内容もそんなに喋らない。金曜ロードショーの方で楽しんでほしいんで。っていう感じのチャプターに分けていきます。さあ、前置きは長くなりましたけど、まずはチャプター1、スパイダーマンの基本情報。そんなわけでこちら、スパイダーマンです。一切作品見たことないっていう人でもさすがにビジュアルくらいは見たことあるんじゃないかな。ぴっちりとしたスーツを身にまとっているスーパーヒーロー。スパイダーマンを日本語に直すと雲男。マスクで素顔を隠してるけど中身はこの人。10代の学生さん、ピーター・パーカー。勉強はできるんだけど、スクールカーストはそんなに高くない。クラスの中心人物でもないし、まあ、スクールカースト上位のやつに若干こう、いじられたり、いじめられたり、っていう感じの少年。ある日、特殊な蜘蛛に噛まれたことによって、スパイダーマンとしての能力を得ます。蜘蛛に噛まれてどんな変化があったかっていうと、走ったり飛んだり身体能力の向上。常人をはるかにしのいでるスーパーパワー。攻撃力だったり、耐久力なんかも増強している。あと、それ以外の特殊な能力として、足が地面にくっつきます。それによって壁とかをよじ登ったり、足の方も壁にへばりついたりするんでもこのまま歩いていったり、なんだったら天井に足をつけて立つこともできる。あとは第六感的なものがすごく冴え渡っていて、真後ろからの攻撃なんかも感知してさっと避ける。危険察知能力も優れている。あとこれに関しては能力というかそういう技術なんだけど、手首から蜘蛛の糸を発射できる機械をつけていて、プシュッとすごい頑丈な蜘蛛の糸を発射します。どのくらい頑丈かって言ったら、スパイダーマンがぶら下がることができて、いろんなところにくっつけてターザンのように移動ができる。あとは敵をぐるぐる巻きにして身動きを取らせなくしたり、走ってる車にひっつけて引っ張ってもちぎれない、だいぶ強度のある糸を発射することができます。だいたい機械なんだけど、作品によって体内でなんか蜘蛛の糸が生成されて機械を使わず体の中から出てくるっていうパターンもあるけど、まあ、今回のスパイダーマンに関しては機械です。蜘蛛に噛まれたのは関係ない、そういう技術。能力としてはだいぶシンプル。あとヒーローとしての特徴というか性格。スパイダーマンはね、他のヒーローと比べてバトル中にすごく喋ります。敵にジョークだったり皮肉を飛ばしたり、例えば敵が身につけてる装備とかに対して、うわーすごくかっこいいね、どこのリサイクルショップで買ったのとか、敵をイラッとさせるような発言が多かったりしますね。まあ性格的にも結構フランクな立ち振る舞いだったりするんで、周りからは親愛なる隣人っていう風に呼ばれたりもしています。だいぶ地域密着型でありますね。街中にスパイダーマンがいたとしても、なんかスターがいるっていうワーキャーっていう感じではなくて、おおスパイダーマンじゃん頑張れよみたいな、ご当地ヒーローじゃないけど、まあ結構周りから親しまれていますね。ただ悪い奴らから滅法を恨まれているんで、もし自分がその辺にいる10代の学生ピーター・パーカーだっていうことがバレちゃったら、自分に対する報復だったり仕返しが家族に及ぶんじゃないかっていう、家族に危険が及ばないようにっていうことで、こうやってマスクをかぶって正体を隠しています。見バレすることが結構な死活問題っていうヒーローです。大体スパイダーマンの基本情報はこんなところかな。
お次はチャプター2、今の映画の仕組みについて。スパイダーマンの実写版映画ってのは今回が初めてではなくて、過去にも2回ほど映画のシリーズが作られているんですよ。今から約20年前、2002年に公開されたスパイダーマン、ファンの間からこの映画の監督の名前を取ってサムライミ版スパイダーマンっていう風に呼ばれています。2002年に1作目が公開されて、そっから2、3と映画が3本作られました。そっからしばらく経って、これが約10年前、アメイジングスパイダーマンシリーズ。前回のは一応サムライミ版とは呼ばれてるんだけど、タイトルに関しては単純にスパイダーマンってだけだったんで、その辺とは別物ですよっていうことでかな、スパイダーマンの前にアメイジングがつきました。これに関しては映画が2作作られました。そして現時点では一番新しい今回のスパイダーマン、2017年からシリーズが始まっています。といった感じで、今までスパイダーマンの実写映画っていうのは3作作られてるんですね。日本が特撮ドラマとして作った東映版っていうのもあるんだけど、これはまあ映画じゃないから除外。シリーズごとにほぼ1から全部作り直してるんですよね。監督から役者さんまでも全部取っ換えてるんで、この2人に関しては蜘蛛に噛まれて突然能力を得たっていうところから始まるんだけど、多分さすがにもう2回もやってるからみんな知ってるでしょっていう感じで、一番新しいスパイダーマンに関しては特に能力を得た状態で始まるんですよ。蜘蛛に噛まれて、うわーなんだこの能力はって混乱するシーンが一切ない。映画が始まった時点でスパイダーマンとして活動しています。普段僕の動画を見てる人に分かりやすいように言うと、仮面ライダーで言うと、クーガとかファイズとかリュウキとか、最初はただの人間なんだけど、ある日突然仮面ライダーになるっていう、仮面ライダーになるところから始まるっていうパターンと、アギとブレイドどうだったかな、あと響きとか、物語が始まった時点ですでに仮面ライダーの能力を持ってるっていう、その2パターンがあるような感じでこう分かれています。そういう能力を得たところから始まらないっていう以上の違いがありまして、言い忘れていたけど、今回のスパイダーマンっていうのはね、MCU 版、さすがにこればっかりはちょっと専門用語出ちゃうんだけど、マーベルシネマティックユニバースの頭文字を取って MCU 版っていう風に呼ばれています。今までの2作に関してはスパイダーマンの映画はスパイダーマンだけで完結していたんですけど、その MCU っていう取り組みは何かっていうと、世界にいるヒーローはスパイダーマンだけではないんですよ。有名どころで言ったらアイアンマンとかキャプテンアメリカとか、いろんなアメコミヒーローの映画があるんですけど、この人たちが一つの世界に存在してるっていう設定、たくさんある映画が一つの世界を共有してるんですよ。だから例えばの話だけど、アイアンマンの映画の方で自由の女神像がぶっ壊されちゃったとしたら、スパイダーマンの映画の方で自由の女神像が登場するときは壊れているみたいな、一つの世界で起こったことがもう全部の作品に共有されるんで、ここがちょっと初見の人のハードル上げてるところでもあるんだよね。そういうちょっと難しいところを分かりやすくするためにも今回の動画を撮っています。この説明で伝わってるといいけどね。ポジティブな言い方をすると、マーベルシネマティックユニバースっていうのは一見大変そうだけど、そこが楽しい部分でもあるんですよね。単純に好きなヒーローのコラボが見れるわけですから、夢の共演をたくさん見ることができます。とりあえずマーベルシネマティックユニバースの説明もしたところで、お次はチャプター3、 MCU 版スパイダーマンの1作目ホームカミングを見る前に。ホームカミングが MCU 版スパイダーマンのデビュー作っていうわけでもないんですよね。実はホームカミングをやる前に、スパイダーマンがすでに別の映画に登場してるんですよ。それはスパイダーマンホームカミングが公開される1年前、まるっきり1年前ではないかもしれないけど、シビルウォーキャプテンアメリカっていうキャプテンアメリカの映画にスパイダーマンが登場しています。これがまたややこしいけど、当時からしたらとんでもないサプライズだろうね。僕はその時マーベルシネマティックユニバースの映画はまだ追っていなかったんで、当時の人からしたらもう、スパイダーマンが出るのっていう風に大興奮だったろうね。一応ホームカミングを見る前の前提知識を授けるってことなんで、簡単にシビルウォーキャプテンアメリカっていう映画を説明すると、スーパーパワーを持ったヒーローが今まで世界を救ってくれていたんですけど、敵をやっつけるためとはいえ、ヒーローの活動によって建物が壊れたり、一般人にも結構被害が及んでるぞっていうことが問題になって、今までは自分たちの判断で悪い奴が出てきたから行くぞっていう風に自己判断で活動していたんですけど、ヒーローという存在を国の管理下に置いて、何かが起こったらヒーローは国の指示のもと動かなければならないっていう、そういう協定が作られたんですね。キャプテンアメリカはその協定に対しては反対派で、アイアンマンが賛成派なんですよ。たくさんいるヒーローの中でも賛成派反対派っていう風に2つの派閥に分かれちゃって、それぞれの派閥でバトルが始まるっていうのがシビルウォー。賛成派と反対派でそれぞれ戦う上で
仲間を招集するんですけど、その中の賛成派に呼ばれたのがスパイダーマン。アイアンマンがスパイダーマンをスカウトする形で参戦します。だからその時点でもスパイダーマンはすでに雲に噛まれて能力を持っているんで、スパイダーマンとして活動はしていたんだけど、いかにもこんなヒーロースーツっていう感じではなくて、その辺の普通のフード付きのパーカーとか既製品の布で自分でスーツを作っていたんですけど、アイアンマンっていうのがとんでもないお金持ちの実業家で、なおかつ自分でいろいろ開発もできる発明家でもあるんで、スパイダーマンにちゃんとしたスーツを提供するんですね。それによってアイアンマンとスパイダーマンっていうのはある種の師弟関係的な、そういう関係性がシビルウォーの中で生まれるんですね。そんなヒーロー同士のバトルがあった後の話がスパイダーマンホームカミング。そういう情報を踏まえた上でホームカミングを見ると分かりやすいです。そんなわけでチャプター4、ファーフロムホームを見る前に、ここではホームカミングの話をある程度します。何回も言うけど、できれば映画は見てほしいんだけど、映画を見ずになんとなく金曜ロードショーの前に情報知っておきたいなっていう人向けです。こっからホームカミングだけではなくて、他のマーベル映画のネタバレなんかも実際あります。一応話す前に毎回警告は出しますね。じゃあ1作目スパイダーマンホームカミングの簡単な説明。ちなみにずっと持ってるこのフィギュアに関しては2作目のものです。初心者じゃない人になんか突っ込まれる気がしたから一応言っておこう。シビルウォーでアイアンマンからスパイダーマンのスーツをもらったピーター・パーカー、新しいスーツももらったし、本格的にヒーローとして活躍したいっていう風に思ってはいるんだけど、言ってもまだヒーロー的にひよっこだし新米なんで、加えてまだ10代の高校生だからね。スパイダーマンとしてはもっとヒーローとして活躍したいから、なんか手伝いますから仕事くださいよっていうすごいなんかやる気に満ち溢れてはいるんだけど、まあ学業頑張んなさいよっていう感じであんまり相手にはされてない。しょうがないから街中で起こる小さな事件をちょっとずつ解決していく。自転車泥棒とかひったくりを捕まえたり、まあ親愛なる隣人っていう感じで街中で活躍はしていたんだけど、本人的にはもっとでっかいことがしたいんだっていう感じで、指示とかもらわずにもそれこそ自分の判断で活動しようっていう感じになっちゃっているんで、ある時勝手に動いたことでまあまあのミスをやらかします。あわや一般人の人を巻き込むぐらいのヤバいことになりそうだったんだけど、そこにアイアンマンが駆けつけて助けてくれます。もともとスーツに関してはアイアンマンが提供したもんだからね。そこでアイアンマンに怒られてスーツを取られてしまいます。スパイダーマンのちゃんとしたスーツがない状態でとりあえず学生生活を頑張ろうっていう感じになるんですけど、なんやかんやってそのスーツの性能に頼らず、自分で作ったお手製のスーツを使って事件を一つ解決する。ほんと大雑把な説明で物語の革新的なところは全く言っていないんで今。それによってアイアンマンに認めてもらうことができました。一作目では未熟な新米ヒーローがヒーローとしての自覚を持つみたいな、ものすごく大雑把に言うとそういうお話。知ってる人にはめちゃくちゃ突っ込まれそうだけど、ホームカミングも面白いからぜひ見てほしいね。でそんなホームカミングの後が2作目のファーフロムホームではなくて、1作目と2作目の間にも別の映画が挟まれます。ちなみにホームカミングがさっきも言ったように2017年の公開で、ファーフロムホームが2019年の公開です。1作目と2作目で約2年ほど間が空いています。でその2年の間に何があったかっていうと、アベンジャーズ、こっからアベンジャーズっていう作品のネタバレが入ります。これもまたマーベルの映画なんだけど、まあアベンジャーズは簡単に言うとヒーロー大集合映画、それこそ仮面ライダーのたまにある映画みたいな感じで、歴代の仮面ライダーが全員集合っていう感じで、いわゆるそのヒーローが主役の単独映画っていうものが作られるんだけど、そんな主役を務めたヒーローたちが一つの映画の中に登場するんですからね。これはもうすごい騒ぎですよ。でスパイダーマンはそんなアベンジャーズシリーズの中で2つの作品出ています。ホームカミングの翌年に公開された2018年に公開されたアベンジャーズインフィニティウォーで、さらにその翌年2019年に公開されたアベンジャーズエンドゲーム、この2つがある意味2部作になってるんですね。ものすごく簡単に説明すると、インフィニティウォーの方ですごく強い敵が出てきます。地球どころじゃなくて全宇宙の人口を半分にしようとしてるすごいやつが出てくるんですけど、なんとインフィニティウォーの方ではヒーローが負けます。ここでもアイアンマンとスパイダーマンだったり、まあ、他のヒーローもいるんだけど、みんなで協力してそのラスボスを倒そうとするんだけど無理でした。ラスボスに敗れてしまったことによって人口が半分に減るというか単純に消滅してしまうんですね。消滅に関しては結構無作為なもんだったんで、アイアンマンに関しては生存したんだけど、目の前でスパイダーマンが消えます。こんなスッと消えるんじゃなくて目の前で塵になっていくっていうね、かなり絶望的な状況でインフィニティウォーの映画が終わります。でそっから1年後2019年のアベンジャーズエンドゲーム、エンドゲームでは人類が半分消滅してから5年後のお話。半分になったしラスボスも倒せないまま5年経っています。こっからエンドゲームの結構なネタバレを話すんですけど、なんやかんやあって消えちゃっていた人たちが復活します。そしてようやくそのラスボスを倒すことができたんだけど、ラスボスを倒すためにアイアンマンが死んでしまいます。
ってなった後の映画が2作目のスパイダーマンファーフォルムホーム。アイアンマンが亡くなってしまったことを引きずっている状態のスパイダーマンの映画です。まあ別にそんななんか内容的には暗い感じではないんですけどね。ファーフォルムホームを見る前にその辺の情報を知っておけば分かりやすいかな。そして最後のチャプター5、3部作の一番最後ノーウェイホームが公開されたのが去年ですね、2022年の公開。ここで知っておくべき情報って言ったらこれですね。ドクターストレンジノーウェイホームにはこの人が出てきます。本名はスティーブンストレンジ、僕と同じスティーブンです。僕はフに点々だけど、この人はウに点々の方だけどね。僕もそっちのブにしとけばよかったな。この人も特殊な能力を持ってるヒーロー。いかにも特殊な能力を持っていそうないでたちですけどね。手には魔法陣を出していて、肩にはマントを羽織ってる。ジャンルで言ったら魔術師です。背中につけてるマントで空を飛んだり、魔法陣を剣とか鞭に変化させて戦ったり、ポータル、まあどこでもドアみたいなものを作って、遠く離れた場所に移動することもできる。いろんな便利な能力を持ってる魔術師のおじさん。ドクターストレンジとスパイダーマンはアベンジャーズの方で共演しています。さっきも言ったアベンジャーズのインフィニティウォーだったりエンドゲームの方で共闘している。性格的にはちょっとアイアンマンに似てるところもあるっちゃあるんですよね。元天才外科医で、まあ多分お金持ちでもあったし、天才がゆえの傲慢さ。頭はいいんだけど傲慢で人の言うことあんまり聞かない。いいから私の言うことを聞けみたいな、ちょっと難しい性格の人でもある。映画の方ではそんな二人がどう関わっていくのかっていうのと、まあ、あと情報としては予告にも出てるから言っちゃっていいのかなっていう感じはするけど、ノーウェイホームはこの MCU だけではなくて、ある意味今までのスパイダーマン映画の集大成的なところもあります。あんまり多くは言わないけど、一応この3作品に関してはもう別物、それぞれが独立した作品ではあるんですけど、ノーウェイホームにはそれぞれのスパイダーマンに登場した敵が出てきます。なんで関わりのない世界の敵が出てくるかっていうのは、とりあえず置いといて、さながらボスバトル、 MCU 版のスパイダーマンの世界に今までのボスたちが登場。簡単にどんな敵か説明すると、背中に機械のアームをつけてる科学者ドッグオク、ドクターオクトパス。体が砂でできていて砂を操ることができるサンドマン。体に電気を帯電して電気を操ることができるエレクトロ。トカゲ人間のリザード。空を飛べる板に乗っていていろんな武器を使ってくるグリーンゴブリンっていう過去の敵がたくさん出てきます。人となりというかキャラクター性だったり、あと能力とか、ある程度ノーウェイフォームの映画見れば大体わかると思うんで、大体のことはわかると思うんだけど、より知っておきたいんだったら過去作を見といた方がいいかもねっていうのは正直ありますね。あんまり絶対見ろって言うとハードル上がっちゃうから、見ていなくても楽しむことができると僕は思っていますんで、ノーウェイフォームを見た後で気になったら見るとかでも全然いいと思うんで、僕から言えるのは大体こんなところかな。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は金曜ロードショーの方で放送されますスパイダーマンファーフォルムホームとノーウェイフォーム、2つの映画を見る前にこれは知っといたら楽しめるかなっていう情報を話してきました。現在展開されてるマーベルシネマティックユニバース、大量にある作品を全部見ていないと楽しめないんじゃないかっていう、そういうことで見るハードルが上がってることもあるかもしれないんですけど、もちろん全部見てればあらゆる内容が把握できて楽しいは楽しいんですけど、そこまでどうしてもなんか全部見なきゃっていう感じではなくて、もうちょっと気軽に楽しんでもいいとは思うんですよね。楽しみ方は人それぞれ。 MCU の映画スパイダーマン以外にももうたくさんありますけど、とりあえず気になったものをつまんでみていく感じでも僕は全然いいと思ってるんで、何かしらのきっかけにこの動画がなるといいなと思います。映画を見たら僕のこのフィギュアーズの動画ねもう全部出してるんで、レビュー動画の方もよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。